桃山刀を追求しながらも、単なる模倣ではなく、ロス・オリベなどのオリジナリティあふれる作品を生み出し続けている鈴木五郎氏。作刀の高みに挑み続けている作者の本作は、桃山や現代などという時代の枠を軽々と飛び越え、自由な境地にある器といっても過言ではないように思います。現代陶芸を真摯に見据え、揺さぶり進む、進撃のオリベ。